はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。このフラワー TV にもいろいろ皆さんからの質問がね来るんです。で、今回はその皆さんの質問に答えるコーナーです。そして申し訳ないんですけど、 Facebook と Twitter の方、あとはブログの方にコメントくださってる方もいらっしゃるんですけれども、そっちは今回拾えてないです。今回は YouTube にのコメント欄にコメントをくださった方のみの質問コーナーになってますんで、またちょっとこうそっちの方はね見かけたらそっちはそっちでまとめていきたいと思いますので、ちょっとお待ちくださいっていうか、永遠に待ってる人いるかもしれないですけど、もし永遠にこの質問コーナー来なかったらもう一度質問してください。お願いします。では行ってみよう。テンさんという方からの質問です。まず、私も今花屋の新米として頑張っております。素晴らしいです。なるべく時間かけたいのですが、早く作れるようにならないといけないと言われています。これは多分オーナーから言われてるんですかね。多分ね、自分は時間かけたいんだけどオーナーさんから早く作れるようにならなきゃいけないって言われてるんでしょうね。多分ね、予約されてる方であれば時間かけて作れますが、当日来て30分で5000円以上の立派なものを作ってほしいと言われると早く作らなければと焦ってパターン化してしまい、同じようなものになってしまいます。でも当日来て30分待ってくださるお客さんって結構気が長いお客さんじゃないですかね。お蕎麦屋さんとか行って30分とか普通待てないですよね、皆さんね。だからこれはまあ30分だったらやっぱり、ちゃんと作らなきゃいけないような気がしますね。でもね、その後にパターン化してしまう、同じようなものになってしまいますって書いてあるから、多分テンさんはパターン化した同じようなものだったらできるということだと思うんですよね。だったら多分まあ当日来て作ってほしいって言ってる方はそこまでのものを望んでるか望んでないのか、まあ、お供えが多いですと思うんですよ、多分ね。だからまあ見栄え良くて早くてある程度のクオリティがあれば大丈夫だと思うんで、それはパターン化してもある程度のクオリティのものをパターン化してもいいと思いますよ、それはね。ああ書いてあるもんね、お供えは結構急に来たりするし、私と店にしたら私は新米ですが、お客さんにしたら私もプロの花屋ですし、時間をかけられない時に手の込んだものを作るコツが分かりませんって書いてあります。だからやっぱりお供えなんです、これ多分ね。でまあ確かにそうですよ、お客さんは入ってきて、何も知らないお客さんが入ってきてね、例えば本当に昨日入りたての子と20年30年やってる人とこうね、わからないですもんね、はっきり言ってね、選べないから最初に。だからまあだから全員がやっぱりこう同じクオリティでできるようにならなきゃいけないとは思うんですけれども、まあそれはね、やっぱり練習するしかないです。僕も練習しましたから頑張ってください、テンさん。次行ってみよう。リンドリンドリンドバラッペン次行ってみよう。レガル次行ってみよう。ベリシモバラッペン次行ってみよう。こんにちは、いつも楽しく拝見しています。日本語だ。最近決めのかっこいいポーズがないので寂しいです。今度バッチリ決めてください。今決めようか、これ。とりあえずいくぜ、カモン。は前やってたパターンで、それ以外ないね。じゃあなんか考えようか、これね。いくぜ、リンドリンド今のはミカ日本語さんからの質問ですね。ゼラベタザンオブザ、ん？ゼラベタザンオ
There are better than a box of chocolate. I love the delicious pink rose. Okay! Thank you! シンさんのフラワーショップはどこにありますか？横浜です。はじめまして。アレンジメントが上手くなりたくて年末からフラワー TV を見始めました。ありがとうございます。もうガンガン見てください皆さんね。そしたらこれが面白いのなんのって下手なお笑いよりガンガンに笑ってます。いいんじゃね。OK、これからも楽しみにしています。頑張ってください。頑張ります。ありがとう。あ、さっきと同じミカ井上さんです。これだ、中国語だこれ多分。Thank you。 シェイシェイ。次、2015年お花に興味を持って先生の動画に出会いました。ありがとうございます。私の一生の趣味を見つけました。いや素晴らしいじゃないですか。素晴らしいじゃないですか。素晴らしいじゃないですか。特技になるように2016年以降も続けていきたいです。素晴らしいじゃないですか。次行ってみよう。Very beautiful. Thank you. このぐらいの英語がいいね。この動画を見てから何回か練習しているうちに同じ飾りで空間の取れた花束が作れるようになりました。ありがとうございます。おお、すごいね。動画で空間の取れる花や花束が作れるようになったっていうんだから、やっぱりこのねフラワー TV はすごいんだ。ボーボー。 Teacher, your partner 井出崎徹先生 Flower design also very creative。 あ、井出ちゃん、うん、井出ちゃんどこ行ってこいよお前。Hi teacher, 新一長塚 Very creative flower arrangement, nice music. Nice music?次行ってみよう。 Hi teacher, 新名 no, Thank you. Can I order some? Thank you. Roshi, thank you. あ、違う、シェイシェイ。バラトルコヒオレザーリーフはとても手に入りやすい飾りですね。真似できそうです。全部真似して OK。 あ、中国語読めないもんこれ。シェイシェイ。 Good, I like. Thank you. キューボ？なんだキューボって。シェイシェイ。日本語ねえのかよ。もう一応 I like this. Thank you。フラワーパフォーマンスすごいですね。グゼーカノン。あ、これじゃねえか。ありがとうございます。フラワーパフォーマンスすごいです。 Thank you very for adding English subtitle。 だからさ、日本人だって。 I'm Japanese boy。 OK? OK。 次行ってみよう。デッセの感だから何ぐらいわかんねえっつんねん。次行ってみよう。でもありがとうございます。Thank you for having English subtitles だからね。だからね、 I'm Japanese boy。 OK。 I watch one of your video for the starship。 あ、book in the videoあ、本を買いたいって言ってる。本屋さん行ってください。あ、でも外人さんだな、海外だなこれ。アマゾン行ってください。 OK。 めっちゃ可愛い、作りたい、
うん、俺のこと Thank you for having the subtitle ああ I'm Japanese boy OK Please How to buy the book Amazon 行ってくださいはい大体これで一月分ぐらい終わりました。なんかまだありましたけど、みんな日本語じゃないんで、とりあえず飛ばしました。分かるコメント欲しいです。でも、コメント嬉しいです。Thank you everyone! では、また次回お会いしましょう。See you next time!マジ使えたこれスイッチね